乙女モード乙女心シンドローム田村ゆかりです。最近コンビニで見つけた美味しいもの、もう売ってないから言うわ。あれ何ヶ月ぐらい前だろう、夏にセブンイレブンで売ってたピエールエルメのなんかマンゴーのなんかエクレアと、もう一個あれなんだ、ムースなのかな、がなんかコラボのやつが売ってたんだけど、それのエクレアがびっくりするぐらい美味しくって、でもさ、コンビニでピエールエルメが関わってるものが食べれるなんてすごいって思ったんだけど、まあそこそこの値段だったよね。いやもちろんさ、本当のあのピエールエルメで買う方が全然高いんだけどさ、とはいえなんかコンビニのエクレアでこの値段はちょっとまあ結構なね、高額なやつだったんだけどさ、まあ高額、まあいくらぐらいだったっけ、300いくらぐらいだよね確かね。もうさ、めちゃくちゃ美味しくって、でもね、なんかあんまり売ってない、仕入れてないのか売り切れちゃってんのかわかんない、そうで期間も短かったんだよね。でさ、なんかうちの近所のセブンだと本当になんか1個か2個あるかないかだったわけでさ、オフィス街のさセブンに行ったらさ、もうなんか2段ぐらいそれなの、もうエクレアがもうズボボボボボボボって並んでて、オフィスだからオフィスレディを多分ターゲットにしてるから、あの食べるだろうと、エクレア好きだろっていう感じなんだと思って、しかもさピエールエルメとかさ、もう偏見だけどさ、なんかまあカタカナでかっこいいからさ、多分都会のオフィスレディが好むでしょう。偏見だよ。だからさ、その都心のねオフィス街にめちゃくちゃあってさ、うわー嬉しい、こんなにあると。だっていつもさ、その近所のコンビニだとさ2個とかしかないからさ、2個買っちゃったら買い占めみたいになっちゃうからどうしようとかって思ってたんだけど、そこだったらさなんか4つとか買えるわけ。でもね思ったんだけど、都会のオフィスレディ食いついてないじゃんと。だってそんなに余ってんだもん。もしくはもっと過剰に頼んで、もうどんどんこうバックヤードから出してきてるからどっちかだと思うんだけど、そんなにさ裏にさ用冷蔵のものをさ置いとく場所ないでしょって考えると、やっぱあれはね、もう仕入れ係の人のミスだよ。だってめちゃくちゃ余ってたもん。でそれがさ結構好きでさ、コンビニ行くたびにさ探してはさ買ってってやってたんだけどさ、マンゴーだし期間限定コラボだから、これ多分夏が終わったらなくなるぞと思って、夏の終わりがけに検索をしてね、エクレアは冷凍できるかを検索してさ、ほんでまあ冷凍できるよエクレア、ほんで冷凍できるじゃんと思って慌ててさ近所のセブンとかいろんなところ探し回ったんだけどさ、もうないわけで、かろうじて文化放送の近くのセブンイレブンで見つけたやつとかをさ冷凍してたんだけどさ、どうなったのかな。それでは今夜も光の乙女心にお付き合いください。でね、改めましてこんばんは、田村ゆかりです。そのエクレアをね、その冷凍してたんだけどさ、ちょっとなんか横着しちゃって、パッケージから出してさラップとかにくるんで、おいでジップロックに入れて密封して冷凍するのが正しいだろうなとは思ったんだけど、あいつさなんかパッケージを開けるとなんかあの段ボールみたいな、何あのなんかちょっと薄い段ボールみたいな紙にこう崩れないようにだか、こうクリームが上にベタってつかないようにだかわかんないけど、なんかそんな感じになってて、んでなんかちょっとめんどくさいなって思っちゃったわけ。おいでさ、そのまんまさ、もうなんかあのおしゃれな紙に包まれてるやつあんじゃん、なんつったらいいの、ちょっとツルツルの紙でもなく、ただの紙でもなく、ちょっとなんか上がコーティングされてる、よくコンビニにある高級っぽいなんか包み。全然表現できないんだけど。あるじゃん、
ドーナツ包む、いや違うんだよね、その外側の普通に袋のパッケージなんだけど、ちょっとなんかこう上ザラザラの、ザラザラとまでもいかないんだけど、なんつったらいいの、ツルツルのコーティングじゃない紙なのよ。なーに、マットな感じ、マット紙みたいなやつ。みんなのが詳しいでしょ、多分同人誌とかいっぱい触ってるからでさ、その包みだったしさ、なんかもうよくわかんないから、そのままポイって入れといたわけ。ほんであの、クリームがつかないようにちょっとこう空気もいっぱい入ってたしさ、もうこのままでいいやと思って入れといたわけ。なんでさ、ゆかり、その時さ、冷凍庫の中にお肉いっぱいある時期でさ、でお肉もさ、ラップに小分けしてくるんでたんだけど、ジプロックに入れなくていいやと思って、で、そのまんまラップにぐるぐるくるんだお肉が結構入ってたわけね。おじさん、肉の上に置いといたわけ。え、これ。なんかね、肉の匂いではないんだけど、包み紙、そう、エクレアの包み紙食べようと思ったらさ、なんか最初の匂いじゃない何かの匂いがついてるわけ。それでさ、おーやばいと思って、これ何の匂いかわからないけど、とにかく何かの匂いがついてると思ってそれでさ、本当はもっとゆっくり食べたかったんだけどさ、慌ててさ、もう連日食べてさ、エクレアさ、だからもううちにストックないわけ。あれもう一回出してほしい。エクレア。ピエール・エルメ・エクレア。次の夏。いや、どうなんだろうね。そんな毎年やってくれんのかな。あとさ、なんか、マンゴーだけじゃなくて他の果物でもやってほしいよね。マンゴーがでも向いてんのかな、わかんない。ただね、ゆかり、思ったんだけど、冷凍しちゃえばそんなに気になんないんだけどさ、冷蔵でもさ、3日ぐらい持ったりするからさ、例えばなんか2つ買った時とかにさ、今日と明日は食べないけど、今日と明後日食べようとかさ、そういうのでさ、ちょっと置いといたわけ。そうするとさ、マンゴーが普通にマンゴーだからさ、ちょっとなんか下のなんかエクレアの、なんていうの、エクレアの座布団みたいなとこあるじゃん。下の、なんつったらいいの、あれ。あれ何、シュー生地のところにさ、やっぱその果肉だからさ、ちょっとなんかこう、汁気がさ、なんか、びちゃびちゃってなっちゃってさ、なんか、すぐ食べた方がやっぱいいんだな、こういうのはって思ったわけ。だからさ、果肉はいらないよ。なくてもいいよ。ついでに言わせてもらうと、ゆかりがどこが好きだったかっていうと、マンゴー要素ではなくって、キャラメルのクリームがね、ちょっと焦げた匂いのするキャラメルのクリームがめちゃくちゃ美味しいなと思ったわけ。だからさ、キャラメルのやつ作ってくれんかの。キャラメルだったらさ、別にさ、季節問わないじゃん。だからもう今すぐ作ってほしい。焦がしキャラメル、もしくは 塩キャラメルとかさ、なんかそういうやつ頼んます。誰にお願いしてるか分かんない。割とね、なんか期間限定品は、そうか、冷凍すればしばらく食べれるんだなと思ってさ、んで、夏の時期にさ、マクドナルドがさ、出してたさ、あれ何？パンケーキじゃないんだよな。なんだあれは。キャラメル、なんとかパンケーキみたいなやつなんだけど、それは、朝マックのグリドルのパンあるじゃん。あれと、なんかこう、クリームだけのやつが売ってたの。朝じゃなくって、夜とかにも。おいでさ、グリドル好きなんだけど、パンが好きなわけ。なんかちょっと甘いさ、なんか、甘さで歯がちょっとキシキシする感じのさ、褒めてるよ。褒めてないな。そこが好きなんだよ。あれがすごい好きでさ、そのパンだけがさ、食べれるってことじゃん。ほんでね、だから思ったんだけど、パンだけのやつをさ、だからそう買って、いっぱい買って、ほんで一個ずつラップにくるんで、今も冷凍してるんだけどさ、あれさ、確かになんだ、ピーナッツなんとかクリームみたいなやつをさ、ピチュってつけて食べるんだけどさ、そうじゃなくてさ、卵とか挟んでも絶対美味しいじゃん。グズグズにした卵とかさ。でさ、そこにね、キャラメルのクリームつけても、まあ別にいいしさ。で、それをさ、いっぱい買ってたのを、なんかちょっと自分の中で誇らしく思ってて、天才だと思ってるから。ほんでさ、月見パイをそうやろうと思ったわけ。もう遅かったね。もうないの。マック寄ったら、もうなくって、月見パイ。
月見パイはね、行けなかったんだよね。ただ最近だと、あ、でもあんま好きなもの言ったらなんか消えちゃうから自分が買えなくなるかあんま言いたくないんだよね。チェーン店とかのものはさ、そうそうみんなが買いに行ってもなくなんないからさ、言ってもいいんだけどさ、なんか、嫌じゃん、自分が買えなくなるの。終わる。お知らせは、欲しいよね。終了次第、みたいなやつじゃん。ほいでさ、まあ、パイとかはわかるわけ。月見パイはちょっと、まあ、わかるよ。その、作ってる数があるだろうからさ、全体でさ。たださ、その、グリドルパンのやつに関しては、グリドルがある以上、パンはあるわけじゃん。またあの、パチってする、かけるやつがないだけだと思うわけ。あと、まあ、もしかしたら資材もないかもしんないよね。その、袋、あの、箱。売ってくれよーと思ってあのパンだけ売ってよーって思ってるんだよね。で最近はさ、割といろんな飲食店さんがさ、その通販、自社通販とかでさ、なんか買えるようにしてくれてるじゃん。で、割とその何カレーとかもさ、レトルトカレーよりも冷凍カレーの方がいいなって思っててさ、例えばそのチェーンの喫茶店とかでさ、好きだなと思ってるカレーとかが、今調べてみたらさ、やっぱ通販してたりするわけ。だそのノリでさ、もしかしたらマクドナルド様もと思って検索したけど、まあないよね。なんか検索するとよくわかんない、あのマクドナルドのマークの M のさ、マークのさ、なんかよくわかんない T シャツとかいっぱい出てきてこれオリジナルのやつなのか何なのかわかんないなみたいなのがいっぱい出てきて、まあないよねーと思って。でもちょっと期待しちゃったんだよ。だってロッテリアはさ、エビカツとか売ってんの知ってる？エビバーガーのエビパってあるじゃん、あれが売ってんのよ、通販で。多分自分家で揚げるやつなんだと思うんだけど、とかさ、カラーゲットとかさ、売ってるからさ、あーマクドナルド様もって思ったんだけど、やっぱね、その辺はちょっとね、なかったよね。割とさ、なんかもう、なんつうのかな、お家で何でも揃うからさ、ね、あと、通販じゃなくてもさ、宅配でやっぱりいろいろ持ってきてくれるでしょう。ファミレスがさ、宅配で持ってきてくれるのすごくない？なんか、デニーズとかさ、あとサイゼリアとか、バミアンとかもそうだし、なんかいろいろあるよね。他にも多分あると思うんだけど、なんだっけ、ジョナサンってある？うん、ジョナサンとかさ、そう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 。なんでもあるじゃんと思って。でもなんか、やっぱさ、家で一人で出前取って食べるとさ、外だったらさ、もっと食べれるはずなのに、家だと全然食べれない現象は何なの？例えば焼き鳥屋さんとか行くとさ、焼き鳥何本か食べてさ、で最後に親子丼とかさ食べたりするじゃん。でも家でさ親子丼と焼き鳥頼んだらさ、親子丼食べられないなとかってなるでしょ。あれは何なの？やっぱおしゃべりしながら食べないからっていうこと？ゆっくり食べたら親子丼も食べれるようになるわけ？でもお一人でおしゃべりしながら食べてたらちょっと結構やなんかどうしたのかなってまあ誰も思わないよ、一人しかいないからさ。だからなんか悲しい感じになるよね。リモートしながらとかって言うけどさ、なんかリモートのその何、まあ、今はもうみんなやってなさそうだけどさ、そのリモートの何飲み会とかさ、なんか流行ってたのか本当に流行ってたのか知らないけどさ、なんか自由に食べたくない？そう、なんかカメラの前でさ、なんかずっとカメラだからさ、ずーっと映ってんじゃん。でもちろん画面の向こうの人が見てるかは分かんないけどさ、だって飲み会とかそんなにみんなずっとさ相手の顔見てないでしょ。なんかね、妖怪ウォッチのゲームとかやりながらね、ご飯食べたりしてるでしょ、きっとみんなね。だからなんかずーっとカメラがあるっていうの、なんかちょっとやだなって思っちゃったのと、
まあ、別にそこまでしなくてもいいかなって思ったのとかな。なんか結局家族以外とそういうのやってないからさ、やっぱり何んズームズームでしょズームなの、ズームなの、ズームブームと一緒ズームね。え、ズームとかさ、だってもう入れてないもん。なんズームは何に入れるのが正解なの？携帯？それともパソコン？パソコン？はあ、うん、持ってない。iPad とかは？ iPad とかにも入れれるの？ズーム。なるほどね。スタジオとかでね、なんかそれになってるところあるんだよね。ついたてとかがさ、今あるからさ、隣の人の様子とかが多分一個ずつその iPad で、iPad で撮りながら画面出せるんだよね、きっとね。それでなんかずっとなんか分割になってて、なんかこう4つ分のなんかこう分割で、こうこの人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 みたいになんかなってるとこあるんだけどさ、めちゃくちゃすごいなと思ったわけ。ただね、これって全然遅れなくてリアルタイムなんですかって聞いたら、ちょっと遅れますって言われて、うんって思ったのと、でもね、本当にそのシステム構築するのすごい大変だったろうなと思って、すごいなと思ったんだけど、っていうのとね、最初なんかこうみんなの様子とかをこう見ながら合わせようと思ったんだけど、台本見ながらそのアニメの画面見ながらズームの画面は見れないって思って、どこ見たらいいか分かんないって思って、結果なんかあんまし見てないんだけどね。でもあれはなんかすごいなってちょっとやっぱ思ったね。ミーツって何？ミーツ。ん？グーグルミーツ。何それ、食べ物？何？グーグルミーツ？ウーバーイーツみたいなこと？200メートル。ん？あ、ズーム。今、矢野さんがさ、紙にさ、ズームってローマ字だから英語で書いたやつ、私、200メートルって言われちゃった。200メートルってなんだよ。いや、そのシステム200メートル先まで見えんのかなと思って、それはすごいなって今思ったんだけど。そうね、Google Meets っていうのは、Zoom みたいなことなの？リモートできる？あ、みんなやっぱそういうの出すんだね。いや、全然、流行り物に全然乗っかってないからさ。全然わかんないもんね。まあなんか、ゆかりが興味なかったからさ、その、お家にずっといた時期とかにさ、全然興味がなくてさ、その世の中の出来事に、その、なんていうの、その、流行りごとに興味がなかったからさ、なんか、本当に知らないんだよね。その時に、みんながなんかやってたであろう、なんか YouTube のやつとかもさ、本当に全然見てない。もう唯一見た YouTube が、ラジオ体操と、なんか踊るやつだよ。忘れちゃったけど、ハンドクラップ。ぐらい。本当にそれしか見てない。香水っていうのは、なんかワイドショーとかで、ちょっとだけ見たから、ドルチェ&みたいなところだけ、そこだけなんか知ってた。ただ、この間、スタッフさんに打ち合わせの時に、なんか、誰かわかんない。芸人さんが、それの MV を、こう、真似してやってるやつ、分割画面で。それは、見た。それ TT 兄弟嘘でしょ、ゆかりの中で今一番旬の TT 兄弟TT 兄弟なら TT 言ってくんないとわかんないよ。アイデンティティゼロじゃん TT の。あ、そうだ、確かになんかそういうこと言ってたかもしんない、なんか教えてくれた時に。ただそのさ、 TT をやってないからさ、その香水の中で
だちょっと忘れてたよねそのことね。そうもうなんかまあ確かにちょっと面白かったけどさ、あのなんか踊ってる人、あのあでさ、そう TT 兄弟がさ、みんな知らないかもしんないけどさ、あれの人でしょ、IKKOさんと、あと、ああ出てこない、全然なんかイオーみたいなことやる人、あー全然出てこない、なんだっけなあれ、なんだっけあれ、歌舞伎だかなんだかのやつ、全然わかんない、本当にみじんも浮かばないわ。何狂言、あのアームアームってやってたよの人なんでしょ。むさでももうちょ格好とか違うからわかんないんだよね、同じにしてくれないと。ただその IKKO さんの役の人と香水の踊ってる係の人が髪型が似てたから、あなんかこれ知ってるって思った。もうね、怒りの認識それぐらい、認識力が低すぎて、あーもうメール今日読もうと思ったのにな今日は本当に喋ることなさすぎてメール読もうと思って結構多めに用意してたんだけどね。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバムキャンディータフトより田村ゆかりでビタースイートホリデー。得する姫損する姫、生活の知恵という名の横着で成功して得したり失敗して損したり、あなたの横着技を教えてもらうコーナーです。それでは紹介していきましょう。ウェフさん、以前から思ってたんですけど、薬局で売られている食品類って下手にスーパーで買うより安かったりしませんか？どういう理屈かはわかりませんが、近所のスーパーだと卵10個入りでせいぜい198円なのに、薬局だと130円とかで売られてたりして明らかにお得なので薬局で買っちゃいます。むしろ薬局では薬を買うよりそういった食材を買うことの方が多くなっちゃいますね。全国共通なのか理由とかも全くわかりませんが、改めてお得だなと思いましてお送りさせていただきました。これもう本当に得のやつじゃん、判定します。まあ安いのは得なんじゃないですか。これさ、なんで安く売れるかってなんか最近ネットで記事になってたよね。ただ見出しだけ見て中見なかったんだよね。なんかなんらかの理由でなんらかの理由で安くしてますってお店が答えてるやつあったよね。まあググれば出てくるんじゃないかな、わかんないけど、なちゃんと理由あったよね、なんかね。でも、見なかったんだよな。じゃあね、やみこさん、実家でハンバーグやコロッケなどおかずとご飯の組み合わせの時は、だいたい大きな丼にご飯をよそって、その上におかずを乗せる丼物スタイルで出されることが多かったです。母曰くおかず用のお皿を洗いたくないらしいんですが、これってお得ですか？判定お願いします。判定します。わかんない。ゆっかり的には損かな。理由は、ご飯の上におかず乗せられると、ご飯が取り返しがつかないことになるから、なんて言うんだろうな、お茶碗にご飯をよそうだとご飯そんなにいらないとかができるけど、なもうノルマになるじゃん、これも自分のマストご飯になっちゃうから、だからあんまり食べたくないから損かなって思ったんだけど、まあ食器の数を増やしたくないっていうのはまあちょっとわかるはわかるけどね。特にさ家族とかだとさ、多分いっぱい洗い物出ちゃうだろうからね、そういう気持ちになるのかもなっていうのはある。ゆかり最近さ、なんていうの、ちょっとね調子に乗ってるわけ満身ですよ、もう満身。あのねコンビニのスプーンとかをね一回で捨ててる、これは良くない全然エコじゃない、こんなの。いやエコを気にしてじゃなかったんだけど、なんかいっぱいあるからいいやっていうね満身がなんかこう出てきちゃってるか、もうここはやっぱこう気を引き締めないといけないなってね思ってるところですわ皆さんのお着エピソード教えてください。お便りお待ちしています。乙女モード
ほどそろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。もうさ、ゆかりなんかずっと目が調子悪くってさ、なんか左目がねずっと痒いの。でもさ、コンタクトしないと見えないしさ、つけると痒いしさ、困りましたね。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。